藍沢寮、藍沢寮、藍沢寮、明治43年、1910年5月15日、昭和11年、1936年1月28日は、日本の女性平和運動家、共産党活動家。青森県南津軽郡の沢村、現在の青森県青森市吉野電寺木戸口二番地に、生まれる。藍沢家は三代続く範囲の家であった。家族は、 父、竹吉、母、柊、祖母、姉、千代、妹、京、弟、菊丸。父の助手や看護婦も住み込みで働いていた。1923年、大正12年4月、県立青森高等女学校に進学。小学生当時の藍沢良は、二つ年長の青森高女の姉、千代と同級生で、仲の良いあわやのり子が遊びに来ていて、出会っている。 1927年、昭和2年3月卒業後、英語を習得するため黒井の親戚の家から、広崎女学校に1年間通う。夏休みには、黒井でのエスペラント語の学習会に参加した。この頃から、社会主義思想に傾倒する兆しを見せ、父が心配して、様子を伺いに来たこともあった。1928年、昭和3年4月、 帝国女子医学専門学校に進学。夏休みが終わると、学生運動や、当時すでに非合法とされた、社会科学の研究会に参加する。また、秋には、エスペラント語のサークルを結成している。1929年、昭和4年、2年時に進級した寮は、学内の日本共産青年同盟、共生パンで一番の活動家となっていた。 だがこの年に起きた4.16事件によって共産党中央組織が壊滅したため活動の中心課題は工場内に強制犯を作ることに移行した10月から翌年に1月にかけて寮はカンパ資金をが島で党員に手渡す任務を担っているまた下宿に同士をかくまってもいた1930年昭和5年 三年在籍時に退学処分を受ける。この頃の寮の活動はすでに学外が中心で、青森無産青年同盟に、強制の、準機関士、無産青年新聞を送付していた。退学後は、目黒駅近くに下宿して、横浜の宝石ほどがや工場の助行となり、日本労働組合全国協議会、全協日本繊維ほどがや分会を組織する。 1931年、昭和6年1月、工場での活動のため、戸部警察署に検挙される。その後の取り調べで両家の子女であることが判明したため1ヶ月ほどで釈放され、父に引き取られる。五輪兵の実家では、自分一人だけ同士より早く解放されたことに悩み、4月上旬まで五所川原氏の親戚に預けられる。6月中旬に東京へ戻ると、 北千住の宇佐美式工場で働くが、7月下旬に伊佐村青年訓練所ストライキの首謀者として、上野憲兵隊に検挙され、青森県警察特別高等課に引き渡される。しかし寮は、この件とは無関係であり、8月下旬に浪岡警察署から釈放される。9月18日以降、姿をくらました寮は、青森市を中心に地下活動を行うが、 特攻の捜査の手が伸びてきたため、札幌で暮らす姉、高松千代を頼ることに決める。1932年、昭和7年1月、寮は姉の家に同居しながら、映画界を通じて、同志となる佐藤千代、松島、唐沢敏子と知り合いになる。3月からは姉の家を出て、勉強を重ねつつ、4月上旬には東京の京成中央部に出向いて、 青森県ウルグに任命され、無産青年新聞などの機関紙配布組織再建に従事する。一方で、札幌においては、7月頃佐藤千代と共に、苗棒の古谷製菓工場の女性労働者や陸軍、両松市長札幌発出所の保育士らを組織している。古谷製菓工場の女性たちとは、3回ほど平和の滝近くでハイキングを行っており、 これが後にその地に記念碑が建てられる契機となった。10月、全教札幌地区協議会準備会が開催される。委員長検証記局長は、樋口鶴尾だったが、協議会の実質的な責任者は、常任書記の寮だった。松島と佐藤も常任委員に名を連ねている。翌年1月には、元々の産別責任担当、繊維、科学、 食料に加えて財務部長と組織部配布係をも兼任するようになったため、寮の活動は多忙を極めた。1933年、昭和8年4月4日夜、同刑により検挙され、拷問による取り調べを受ける。翌朝には、美梅警察署に送られて引き続き拷問を受け、8月上旬に札幌刑務所健康地所に移送される。9月に起訴され、 翌1934年7月27日、札幌地方裁判所で懲役4年の判決を受ける。控訴した者の第二審でも、同じ判決となり、上告はせず、刑に服する。1936年、昭和11年1月中旬、姉が面会に来た時の量は、1ヶ月近く食事ができずに痩せ細り、高熱に苛まれていた。出してもらうには、 これまでの所業が悪かったと言わなければならない。でもそれでは皆に語ったことが嘘になってしまう。だから、ここで死のうと思っていると語る梁に対し、姉は周囲に聞こえるような大声で、あなたはここで死になさいと答えた。この発言が刑務所長を驚かせ、1月21日、梁は急遽両親に引き取られて失目した。それから7日後の28日、青森県北津軽郡原線村、 現板柳町の父母の家で25歳8ヶ月で生涯を終える。札幌市西区の琴に発散川の流脈にある滝、平和の滝の入り口の横には藍沢寮の懸賞碑が混流されている。また、青森県青森市並岡の道の駅の上にある花岡展望台の前にも藍沢寮の懸賞碑がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。